ズモンスターション TV 始まりました。モンスターション TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインヤザラシということでやっていきましょう。今回は待ちに待ったジャンプ会でございますよ。皆さん見てくださいよ、こちら最新のジャンプでございます。ついにワンピースが読めるもう最近ね、新年の関係もあったりとかで、ワンピースがね、なんかこうやっては休んで、で、そこから結構空いてからのやったと思ったらまた休んでみたいな感じでね、全然読めてないなっていう感じなんですよね。それがやっと来ました。もう待ちに待ったワンピースでございますよ。しかもね、何がやばいかって、最近のワンピースは常にとんでもないようなことが起きて、そして次週救済ベベンみたいな、いやベベンじゃねえだろうよいと、もう一回ぐらいやってくれよいみたいな、そんな感じになってるんですよね。もうそれほどに毎回内容が濃いんですよ。とにかく濃い。そして今回もね、もうやばい激アツ鍋やつでございますよ。とんでもないことになっておりますよ、今回のワンピース。まあこれはね、だいぶ待ちましたけども、その甲斐があったなというね、一気にもうとんでもないような、時代になってきました。ということでね、早速930話恵比寿町読んでいきたいなと思いますけども、まだこれゲットしてない人は先にゲットしてからね、一緒にこれをね見ていきたいなと思います。 OK ですか？ということでね、なんだろうね、扉絵の時点でぶっこんできたなという感じでございますけども、扉絵リクエスト、ウルージとクラッカーがイルカに乗ってレースをしているところっていうね、ペンネーム王鵬さん久しぶりに出てきましたよ、海賊王ウルージでございますよ。よりによってお前クラッカーとレースはねえだろっていう、もうめちゃくちゃ面白いよね。しかも二人とも能力者だから、これイルカが沈んだらどうなるんやかって感じだよね。まあ能力者、だよね、ウルフジさんも。いやー、久しぶりに見てなんかちょっと感動しましたね。そして930話始まっていきますけども、少し時間を遡る、ここは花の都のおこぼれで暮らす町、恵比寿町。はい、やってきましたよ、恵比寿町。そして前回も登場したこの殿安がここで結構ピックアップされておりますね。何なんでしょうね、この街は。なんか、まあ他のね、街と同じような感じで、みんなお金なかったりとか、まあ食べるものもなかったりとか、困っているんだけども、みんな笑顔なんだよね。何なんでしょうね、笑顔というか、もう爆笑というか、もう超幸せみたいなね、そんな感じになっているんだよね。そしてこの街では、殿安さんが結構慕われているような感じなんだよね。何なんだろうね。まあそこでゾロ先輩もじゃあ笑顔になるのかなと思ったら、ゾロ先輩はなんかずーっと何なんだろうね、みたいな感じの顔をしてるんだよね。ちょっと真面目というか、まあ笑わないのかなと思ったら強制的になんかダメだろこれ。ゾロ先輩こうやってってもう強制的に笑顔にさせられてるからね、もうこれあかんで本当に。ほらそんな感じでとにかくみんな喜んでいるんだけども、さらにこの街で喜ばしいことがあった。それというのが、牛光小僧というのがね、この街に来たんだよね。牛光小僧というのは誰もその正体を知らないんだけども、悪い金持ちからお金を取って、そしてまあ貧乏な方たちに配っていくっていうような、まあヒーローだよね。そんなようなお方がここに現れた。そのおかげで、まあ、綺麗な水が買えたということで、またみんなお喜びだったりとか、その綺麗な水を、まあ、ゾロ先輩にね、こうプレゼントしてあげてるわけでございますよ。だけども、それというのはあくまで一時的なお金であって、まあそんなガンガン使えるわけじゃないじゃないですか。だけども、そんな大切な、綺麗な透明な水をゾロ先輩にあげた。なぜならば、ヤスさんが連れてきた人だから、絶対にいい人だ。だからこそこの水をあげるっていう風にあげて、そしてすごいニコって子供が笑ってるんだよね。何なんでしょうね。なんかずーっとみんなこんな感じで笑顔なんだけども気になるね。なぜ笑顔なのか。これというのは能力とかに関係あるのかな。トコとかっていうのもね、確か麦わらの一味と、少し会った時にもみんななんかこう笑顔になってたんだよね、麦わらの一味が。っていうとトコの能力で、まあ、麦わらの一味が笑って
た。だけどそうすると殿安さんの能力で、まあ、ここの人たちがみんな笑顔になってるっていうと、同じ能力が2つ同時期にあるって風になっちゃうから、そうではないって思うんですよね。ってなるとこれみんな街で笑顔になっているのは殿安さんの影響かなと思って、たらこれはトコの能力なのかなって考えたりするんだよね。そしてこの殿安でございますけども、太鼓持ちっていう風に言われているんですね。太鼓持ちというのは、僕ちょっと意味をね調べてみたんですけども、宴会とかで人の機嫌を取るような人というか、まあ、結構上げてくれるような人なんだよね。そこから見えてくる流れとして、これもしかしたら、まあ、強そうな人に目をつけて、そしてめちゃくちゃおだてまくる、その気にさせて、もしかしたらカイドウたちに歯向かわせようとしてるみたいなね、まあ助けてほしいという意味合いでそうしてるのかななんて考えたりとかね、今なんかそんなような感じはする。そして最後のゾロ先輩の描写、まあどこか、まあ笑顔になってる感もあるけど、でもなんか何なんだろうね、なんかあるぞみたいな、そんなような、まあ、表情をしてるんだよね。気になるね。恵比寿顔っつんですよ旦那。だからここは恵比寿町っていうね、何なんでしょうね。なんかちょっと闇深そうな感じしますね。そしてところ変わって鬼ヶ島、もうとんでもないですよ、とんでもない事態になっております。南東の海より接近中、撃ちまくれ、絶対に入国させるな、あのババアって。あのババアって誰なんだと思ったら、はい、来ました、ビッグマムでございますよ。まさかのここでいきなりビッグマム登場、こんな早く来ちゃうのと僕はね本当驚いているんですけども、恋に船を引かせ突進中、なぜ滝登りの方法を知ってるんだっていう風にね、百獣海賊団もみんな驚いているんですけども、そもそもビッグマムの情報量っていうのは業界一っていう風に言われているんだよね。だからこそこんなのは朝飯前、ワノ国どうやって入るのかっていうのも知っているんだよね。だけど一番面白いのが、カイドウがめちゃくちゃ焦ってるんだよね。来ると分かってたやつらだぞ、さっさと沈めろっていう風にもうめちゃくちゃ怒ってるんだよね。そしてビッグマム陣営を見てみると、ベロスペローがいたりとか、スムージーがいたりとか、大福がいたりとかね、ビッグマム海賊団勢ぞろいでございますよ。いや、これやばいでしょ。あれあれ、ちょっと待って、勢ぞろい、勢ぞろいじゃねえな、おい、これ勢ぞろいじゃないな、オーブンがいないぞ、オーブンがいない、そして片栗がいないね。え、なんでこの二人いないんだ、この二人、あれ縛られてるっけ、あれ最後、オーブンってどうなったんだっけ、確か、魚人たちを、てか、ま、ルフィを、わだつみが食って、水の中入って、能力使ってからの、まあ、なんやかんやでルフィ君たちを逃がしてる、失態っていう風になるのかな、それによってなんか処罰されちゃったのかなってなると、どうなんでしょうね。片栗さん、ルフィ君に思いっきり縛かれてるから、処罰されちゃったのかな、どうなってんだろうね。なんか捕まって拷問でも受けてんのかな、どうしていないんだ、どうしていないんだ、片栗とか絶対なあかんでしょう。しかも大福がいるのにオーブンがいないなんてことはあっちゃいかんぞ。どういうことだこれは、いきなりちょっとやばいんじゃないの。そしてビッグマム海賊団、思いっきり滝登りをしていきます。ワノ国入国でございますよ。カイドウ大慌て、入れるな、何しやがるバカどもっていう風にブチギレでございます。そしてここで気になる発言でございますけども、リンリンのガキどもは一緒かっていう風にカイドウが聞いているんですよね。ずいぶん乗ってる模様っていう風に返されておりますけども、ガキどもは一緒かっていう風に聞いてるのが気になるね。ガキどもちょっとこれ気になる、だいぶこの表現は気になるぞ。上陸されたら全面戦争になるぞっていう風に、もう本当ね大慌てしてるこのカイドウさん、こんな姿見れるのは本当に面白いね。そしてビッグマムそのままワノ国上陸かと思って
って次のページ見てみると、あらら、これはね、これほんと一番、いや一番って俺あんま表現好きじゃないんだよね。あのワンピースにおいてはね、一番っていう言葉がね、一番つけづらい。一番好きなキャラクター何ですか？一番って何みたいな。一番、あれも好き、これも好き。いやーどうしようかな。部門をつけるべきかなみたいな。俺毎回だからなんか好きなキャラ聞かれたら何々部門とかって言うんだけど、そう、一番ってね、今回もね、やっぱビッグマムが来た時点で衝撃だしな。まあ、これもまた衝撃だよね。キングの能力出ましたね。やばいよ。思いっきりビッグマムが上陸すんのかなと。ビッグマムの船が思いっきり滝を越えてズワーって浮いた瞬間に登場キング、そしてプテラノドンというね、プテラノドンに変身をして思いっきりこの船に攻撃突き落としてるんだよね。なんなんだろうね。なんか火も出てんのか、これは。なんなんだろう、蹴りかましたのかな、なんなんだろう。とにかく、キングが攻撃をして、そのまま船を突き落としてるんだよね。その結果、ビッグマム、海に沈みました。まあ、これで死ぬなんてことはありえないと思うから、誰かが、まあ、助けるんだろうけども、何より驚いたのって、誰が想像しました？キングの能力、プテラノドンですよ。流々の実、古代種。モデルプテラノドンでございますよ。これは想像つかないでしょう。普通に考えたら、だって羽がキングにはついてたわけだし、なんかこうなんていうの、羽の感じがさ、プテラノドンと違ったわけじゃないですか。ああいうなんかモコモコした感じっていうの、そんなような感じだったし、で炎もあったから、なんなんだろうねってそこから見えるところで考えていったら、まさかのプテラノドン、あの羽とは全く関係ないんですよね。しかもプテラノドンになって、これなんかまた体全体が燃えてんのかな、いろんなところが燃えてるんだよね。なんで燃えてんの、わかんなくない？なんかプテラノドンになった時点ですげえ驚きなんだけど、想像すらつかなかったんだけど、それでも燃えているんですよね。だから3箇所ぐらい燃えてんのか。いやー、なんなんだこれは。わからない。とにかくわからない。何これ、想像すらしなかったよ。どういうこと？いやー、すげえな。いや、言ったでしょ。だからね、俺らが、こう、小田先生の、まあ、この、考えてることをね、こう、予想して、まあ、考察を出していくわけなんだけども、遠く及ばないですよ。これ、誰が考えたよ。何なんだろう。917話、クイナ界のクイナが出てくるかなと思ったら、馬が出てきたみたいな、そんなような衝撃だよね。あの羽からプテラノドンは想像しなかったね。そして、でビッグマムはキングを知っているようですね。フェロスペローも知っているようだね。プテラノドンっていう風にもうみんなも言ってるわけだからね。まあ知っているということでしょうね。なぜ知っているのか、昔みたいに仲良く行こうぜっていうところがあったりとかね。まあそこら辺も繋がってきたりとか。そして同国花の都、まさかのここでフラランドたちみんな追われてますね。フラランドにウソランドに、そしてトラランド、トラランド、トラバルガローさんが、一緒に逃げている。アデサンジ君もいるね。以降に一緒に逃げてるんだけども、ここでまさかの展開でございますよ。ページ1登場でございます。ページ1がサンジ君、いや、サンゴロウを探してね、暴れ回ってるわけでございますよ。いろんな関係ない蕎麦屋を破壊して、そこの飯を食ったりとか、大暴れをしております。そこでページ1が破壊行為やめてほしいのであれば、サンゴロウを呼べっていう風に言っているんだよね。で、みんなサンゴロウっていう風にもうこう叫んでるわけでございますよ。なんかこの場面ってヒーローの登場を思わせるような感じだよね。みんながサンゴロウを助けて、サンゴロウ来てみたいな感じでこう言っているのが、まあなんかね、ヒーローの登場を思わせるような感じだよね。助けてというか、サンゴロウ出てこい、畜生って怒ってるわけでございますけどね。そしてサンゴロウ登場でございます。サンジ君登場してページ1思いっきり蹴飛ばしていくわけでございますよ。いやいや、何してんのと、ローさんがここで戦ってしまったらバレてしまう、やめんしゃいという感じでね、怒っているんだけども、まあ大丈夫だと、バレもしないし、そして怪我っていうのも戦力低下につながるわけだから、やはり良くないので戦うなと、もう逃げろ、バレるし、怪我したら戦力低下につながる、とにかくここを去れっていう風に言ってるんだけども、大丈夫、バレねえし、怪我もしねえっていう風にサンジ君が返してるわけでございますよ。こんなバカは一瞬で片付くっていう風にね、こっちの戦力を増やすのもいいが、あっちを減らしていくのもいいはずだっていう、これはね、かっ
濃すぎますよ。っていうかね、もう見てほしい。これは本誌で見てほしいんだけども、とにかくやばいですよ。しかも何がやばいかって、まあ、バレちゃいけないんですよ。バレちゃいけないからサンジ君が、バレなきゃいいんだろ俺の正体がって言って、思いっきりジェルマのスーツ、あのナンバー3って書かれたあの缶をこれポンっていう風にやってるんだよね。ついに、ここでだよ。ついにっていうか、こんなに早く出ちゃうのということで、レイドスーツが、はい、ここで見れるわけでございますよ。あの皮肉んだ科学の力っていう風に煽りが書いてあるんだけども、これやばいでしょ。まさかの、ここでだよ。なぜこのレイドスーツをここで着るのか。バレちゃいけないわけだから、変身して、もうサンジ君ではないものとして戦うって意味だよね。激アツだよね。まあ、それはそれで、まあ、ビンスモークっていうところが思いっきり割れるからどうなのって感じはしないでもないけど、どんな能力なんでしょうね。それについてはね、別で動画出しておりますけども、どんな展開になるのかめちゃくちゃ気になるよね。うわぁここで来たジェルマレッドスーツサンジ君が着るベベ激アツでございます。しかも何がやばいかって、次週救済もうなんなんでしょうね。もうこの最近の救済祭り、もうなんでここで救済入れようと思った。こんなにさ、とんでもないような展開を作って、そこからの救済ベベンこれはね、耐えきれないよ、これは。本当に。もう、ワノ国に入って、とんでもないような展開になっておりますけども、ここでね、救済来てしまうと、私は、自分の正気を保てるか、わからない。もう、なんか、いろんな意味でもう、うるうじになりそうだよね。とにかく、ワンピース、今、激アツでございますよ。もし、この中でね、なんか、単行本派の人がいるんだったら、もう、これを機にね、もう、思いっきりも、ジャンプ派にね、なっちゃいんしゃい。もう、ジャンプも見て、単行本も見る。それが一番ね、面白いんですよ。そして、もしもよ、もしも、ワンピース自体、あんま見てないんだよね、とか、まあ、前は見てたんだけど、最近見れてないんだよね、っていう人がいるのであれば、なおさら、今戻ってこよう。マジでやばいよ。とんでもない展開になってますからね、すごいスピード感で進んでるんですよ。ホールケーキアイランドも、割かしなんか、早いなーってすごい思ったんですけど、それを超える速さだよね。まあ、いいのか悪いのかって言ったら、なんか僕としては、その分終わりに近づくっていうのを考えると、なんか悲しいなって思うところもあったりとか、だけど展開は毎回毎回めちゃくちゃ早いから、めちゃくちゃ面白いんだよね。ということで、ぜひともね、ちょっと最近ワンピース見れてないなって人は、今すぐ戻ってきてください。そして2月4日でございますけども、新しいビブルカード出ますよ。ビブルカード、とにかくやばい一品でございます。いろんなキャラクターの出身だったりとか、いろんな細かい情報が入っているこのビブルカード。ついに2月4日、空島とかも来ちゃうんだよね。エネルさんとかも来んのかね。エネルさんとかも来たらいろんなことが分かっちゃうよ。っていうか、空島ってワンピースの中でもめちゃくちゃ重要なところなんですよね。だからこそそこはピックアップされるこのビブルカードっていうのは絶対にゲットすべきだと思います。なので、まあ、もしもね、ビブルカードを、まあ、まだ集めれてないんだよねっていう人がいるのであれば、今のうちに全部ゲットしちゃおう。そして2月4日、ぜひともこの空島編とかもね、ゲットしちゃいましょう。OK ですか？ということで今回この辺で締めていきましょう。この後ね、このジャンプについていろいろと動画を出していきたいなと思いますので、皆さん楽しみにしててください。最後になりますが、ぜひとも皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、この動画も目指せ2000いいねでいきましょう。そしてぜひとも私の Twitter フォローしてくれたら嬉しいです。その前にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれたら、僕もフォロー返しますからね。Twitter の方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザラシということでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。 そうさ僕らの夢のかけらは一つになった、揺るがない絆をつなぎ、眩しい未来へ今すぐにもっと Hands up、 そう夢歌ってずっと Set up、 折れない旗が影なんとだって、壁を越えたんだ、止まれずにさあ行こう。
痛みはこの胸にあの日そっと刻み込んだんだ誰にも負けない自由をこの手に握る